こんにちは。今日はお家でお好み焼き作りです。はい、果たしてうまくできるでしょうか。はい、では山芋をすります、うん、こうなんていうかね、修行僧になったような気分で心が洗われてきますね。なんかワクワクしてきますね。お家でこういうの楽しいです。てかすごく早く、思ったよりか早くできるよ。それね、うん、そう、こんなもんかね、うん、もっとやっちゃう。あ、そうだ、あ、いいです。そしてキャベツを細かく切ります。難しい。切れてるかな。まあ、もうすごいちっちゃくていいかな。あ、そう、でも後でいいや。まあ、大体こんなもんと。で、これってこういう向きですね。指導員の指導。それでこうやっといて、こう。大きい。大きい。このぐらい。うん、どうだ。楽しいね。ワクワクするね。まあ、はい、その辺で。大体下ごしらえが進んできたところで。合わせていきますね。粉は先に全部入れていいんじゃない？全部入れていい。うん、は混ぜ混ぜして。そして混ぜる。あ、意外と重いんだよ生地が。水入れてもいい。水。すごい硬いこのお芋が。うわ、難しい。もうちょっと水入れてもいいんじゃない？はい、オッケー。うん、ゆるくなったら恐ろしいですけど。また粉ありますから。はい。結構心配なもんですね。ざっくりいったっていいのかな。いや、水こういっちゃっていいわけね。あ、こうか。はい、混ざったよ結構。いや、かなり混ぜないと粉っぽいから。あ、そうか。まだ水をお願いします。少し水入れてくださいますか。はい、結構硬い。あ、思ったより入れちゃいましたけど。なんかね、山芋がすごい濃厚。山芋がこう、うん、こう、ああ、はい、帰りましょうか。あとはやってくれ。はい、帰ります、はい、では野菜とか混ぜていきますね。全部入れてもいいかもね。入れちゃう、うん、ザッ、ササラを取るの忘れた。何を？こんなにくっついちゃった。これ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 、あ、これ、あ、これでいいのか。はいはいはい、そして混ぜるのは、あ、ネギも入れちゃう。刻みネギ、これもザザザザザ、すごいです。これで混ぜていけばいいんだね。あ、結構平気だね。混ざる混ざる、うんうん、こっちの方がいいかもしれない。こっちね、うん、お、これの方が混ぜやすい。うわ、なんか紅生姜がやっぱ赤いものがあるという、うん、次やるときはきっと忘れないね、うんうん、1回目からこんだけできてて私優秀でしょ、うん、褒めて褒めて。で、もうそろそろ、あと何するんですか。もう大丈夫。これでざっくり混ぜたからいいのか。はい、はい、混ざりました。 OK、 焼いていきます。広島ではこういうのをよく見せてください。はい、お、イカ天を
ううごめん、くしょ、先にここに並べて油が出てくるですかね。こんなもんですかね。そしてお好み焼きの種をドンと、すごい量、すごい量です。乗せます。うまく乗るか。もう少し乗っけてみると、もうちょっと量あってもいい、うん、すごい大きいと思うけど、いいんじゃない。うん、でこれでもう少し乗っけてもいいかもしれないな、あの割には、はい、あ、ごめん、変なとこ撮っちゃってた。映ってる、うん、でこれ広げる。いや、いいんじゃないですか、この形のままで、うん、OK。 ちょ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 、はいはいはい、豚肉を乗せます。あ、そうか、豚肉もここで乗せるわけです。豚肉です。はい、よそ見してました。すごいですね。豚肉があんまり量が多くてもちょっとあれかもしれない。このぐらいにしとこうか。このぐらいにしとこう、うん、このばらけ具合がいいかもね、うん、で、ちょっとしばらく放っておく。はい、じゃあこれでしばらく放っておきます。 おつまみ用に山芋を焼いてみます。よいしょ。お、うまく取れない。3、4、はい、はい、もう一回やってみます。はい、裏返しはお願いします。おお、ね、それうわ怖い、うまい、うん、おお、出たー、ラリホー。 あ、よかったよかった、おいしそう。山芋も、コケイコール美味しいですね。豚の肉の匂いが、すごい。すごいすごいすごい。一回切りますか。あとはいろいろかければいいですね。はい、うん、ありがとうございました。はい、はい、2回目の裏返しです。おー、豚肉うまそう。はい、ありがとう。じゃあこれにソースをかけます。はい、もうあとこのしょっぱくなっちゃうからお好みで。はい、おお、なんかお店みたい。いや、このチュル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 ってのやりたいよね、うんうん、で、のりをかけ、あ、のりをかけます。はい、かつお節はあとで。順番が狂いましたけど、かつお節をかけます。おお、めっちゃお店のお好み焼きっぽくなります。あ、お醤油を、お醤油が昨日なくなっちゃった。あ、痛いですね。はい、じゃあ一旦をかけます。またこれ、あ、香ばしい香り。なんか早く食べたいね。なんか綺麗な、あ、ここだ。お、綺麗だ。はい、だから。あ、ありがとう。ドカッと半分ずつですね。はい、すごい。はい。あとこれを入れてみます。はい。ありがとう。よいしょ。はい。いただきます。